演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらミニストップの甘味3種を食べたいと思います。前回にいろんなものを食べました。今回のなのがあるんですね。クレープに2種のプリン、なんか一つどっかでみたいなものありますけど、ではこちらのチョコバナナクレープからいただきます。包まれてますね。おー、崩れた。おっと、中にあるバナナの重量を結構感じられますね。ちょっとめくれちゃってますけど、見えますか？これなんか丸ごとバナナに似ていますね。では丸ごといただきましょう。いただきます。ただいま、そんな感じで、もちろん外側の生地は違いますけどね、それを思い出しながら食べるのにちょうどよかったです。バナナも結構食べ応えがあって、チョコレートもほのかな甘さがあって美味しかったので、こちらのテイストとさせていただきます。2つ目のスフレマンゴープリンは、マンゴープリンの部分はすごく濃厚だったですが、上のスフレの部分が以前ファミリーマートで食べたスフレプリンと比べるとちょっとシュワッと感が弱かったかなという気がしましたので、スフレのシュワッと感ではファミリーマートに軍配が上がりますね。あれとこの濃厚マンゴープリンが合わせたら最強なんですけど、ちょっとスフレというには物足りなかったかなという点でこちらの点数とさせていただきます。マンゴープリンは美味しかったですよ。そして最後のカスタードプリンはシンプルにカスタードが口の中でふわっととろけて、その甘さ、カラメルのほろ苦さをしっかりと口の中に広げてくれましたので、こちらの点数とさせていただきます。別の味でも食べてみたいですね。というわけで、またミニストップの商品をいろいろ食べてみました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演ノンストップ。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。